皆さんこんにちは。はやぶさ党の代表岡村です。今日は凱旋車のね、この4面のロゴできましたのでご紹介したいと思います。こちらが正面ですね。はやぶさ党、そしてメインロゴが使われております。いいですね。いや、自分で今これね、出来上がって初めてこうよく見てるんですけども、で運転席に向かって左側ですね、メインロゴを使いまして、国民目線で行動するはやぶさ党。いや、いいですねこれね、本当に。いや、色合いも良くて本当映えますよ。気に入ります。気に入りましたね。でこちらが後ろですね。ここもメインロゴ、右側に少し大きめにしまして、はやぶさ党左側、ちょうどあのアドニャンシールですね。これもあの雨風に耐えてまだ全然剥がれませんね、ラブジャパン。でこちら側が運転席に向かって右側、これはですねサブロゴを使いました。桜吹雪の中に国民の敵を撃つはやぶさ党、いいですね。いや本当にね、もうこれ見たらすごいやる気になりました。ちょっと全体から写してみますかね。こんな感じですね。こんな感じです。早速これがですね、12月12日のデモ行進から、使うということになりました。皆さん楽しみに待っててください。では終わります。